この間3人で居酒屋さんに行ったわけ、うん、でそのもうめっちゃイケメン、うん、もう俺らの友達の中でも一番有名ぐらいのイケメンのやつって、うん、もう超モテるやつ、うん、地元でも、うん、で俺ともう一人その友達同級生ね、うん、3人で居酒屋行ったの、うん、ほんならその居酒屋でもうめちゃくちゃ可愛い店員さんがいたのバイトの、うんうん、めっちゃ可愛いなってなって、うん、いいでその俺ら3人で来たその1人が、うん、ちょっと俺番号渡していいみたいな、で俺らも行け行け行けみたいな、でこう紙に番号書いてさ、そのまあなんていうかな、まあ、俺が言うのも違うよ、まあめっちゃかっこいい人で俺、まあ俺よりもちょっとかっこ悪いかなっていうぐらい、まあ俺よりも違うねんけど、もし見てたらもう怒られるやろ、そんなおるやん、でその言ったらまあその人が番号を書いてさ、その店員さん渡すってね言って、うん、でまあ渡したわけよ店員さんに、うわすごいの渡してそうでまあ寄ったよ渡したら連絡したらええやとか言いながら、まあご飯食べてて、で俺途中でそのトイレに、ね、行ってさ、でまあもうでっかいもうワンフロアみたいな居酒屋さんで、そのトイレ行っててもトイレのもう目の前がもうそのなんていうかな、もう店員さんも働いてるし、もう料理作ってもしててみたいな、でそのトイレ入ってさ、うん、まあ用してたらさ、うん、もう店員さんの声がさ、いやそっちかーいみたいな、だからその店員さんとしてはさ、もうそのさ、その3人でその番号とか変えてるとかなんか話してたの分かったからさ、かっこいい人からもらえるんじゃないみたいになったらさ、そしたらその一番ぶっすぐさっきから思ったからさ、いやそっちかーいみたいな、あいつかーいみたいな会話をしてるわけよ、いやいやだ、俺はその聞きながらさめっちゃおもろい話聞いたの、ね、いいやん、あの お店の中で言うとさすがにあれだから、お店出てからそいついじったろうと思って、でも番号渡してるから、でお店出ました、お店出た瞬間に お前番号渡してたか俺やんかみたいな、俺がトイレに出たら、いやそっちかーいってめっちゃがっかりしてたのよ、あのやっぱこいつからもうやっぱイケメンもらいたいから、いや一番ブスでもらったみたいな感じで、なんであいつやねんみたいな会話してたの、いやいやだ言ったの、そしたらマジかみたいな、ショック受けて、まあでもまあ飲んでたからもう一軒行こうか、うんうんうん、でそのイケメンのやつはもうちょっと途中で帰るって帰ったの、で俺とそのもう一人は二人になって、うん、で二人でもう一軒行ってたら、うん、番号渡したとか連絡が来たの、で、おいおい連絡来たってみたいな、めちゃくちゃいいよ、今バイト終わったんですけど何してますか、ちょっと待てよ、ごめん俺トイレの中だったから、その渡した人じゃなくて周りの友達がいやそっちかいみたいな、なるほどね、なるほどね、あのイケメンだったらよかったのみたいな言ってて、もらった人は実は嬉しかったのかもしれないなっていう会話で二人で飲みながら盛り上がってさ、でちょ返せって、ほんでいや今二軒目に来ましたみたいな、で今まだ二軒目飲んでますよって言ったら、うんうん、まだ三人でいるんですかって聞いた、でいや一人帰って坊主のことを二人で飲んでますって言ったら、そっちかーいってメールが来た、俺も思われてんねん残念そうあのイケメンちゃおうかい、だからもうバイトしてる子は、その3人がいるんだったら多分あとから、ね、合流したかったからね、ほならそのメールが来てテンション上がった2人でイケメン帰ってます今この2人で飲んでますって送った瞬間、そっちかーいお疲れ様でした来いやとりあえずほんまに